はい、私はボスとお嬢様の執事ですから、お二人の意思は私の意思でもあります。お嬢様のために全てのリスクを背負う覚悟はできております。ですが残念なことに私の力不足は否めません。秘密を守りつつ基本的な調査をして木が熟すのを待つことしかできませんでした。マルシラック、ありがとう、そう言ってくれて。ここ数年で何か収穫はあった？そうですね、これまで得た情報から推測するに、黒幕はスピナディ・ロースラをよく知る人物、またはスピナディ・ロースラにスパイを送り込んでいる可能性があります。お嬢様の代わりに私が日々の指示を出すとき、わざと一部のものを除くようにしてきました。そしてそれに合わせて私はロシの売人の動向を観察してきたのです。もし売人がこちらの動きを知らないようであれば、その時に指示を受けていたものは白、逆に知っていればその中にスパイがいるというわけです。それを繰り返して容疑者を狭めていき、手がかりに沿って調査したところ、この方法で容疑者を3人にまで絞りました。一人はスピナディ・ロースラの参謀フローレント様です。え、彼が？はい、信じられないのも無理はありません。あの方はボスが最も信頼していた腹心の一人でしたからね。しかし言い換えれば、彼はボスのことを最も知る人物でもあります。その身分を利用することで、スピナディ・ロースラの動向を真っ先に知ることができます。我々の組織の中でもうまく立ち回れるでしょう。彼の状況と似ている容疑者がもう一人います。カブリエール商会の会長マーセル様です。マーセルおじさんが。ポアソン町にある地元の商会でボスが支援していました。最初は背取りのみで商売をしていましたが、今やその潤沢な資金により都市部にまで手を広げています。つまりスピナディ・ロースラの姉妹組織みたいなもんか？そんなところね。ロシの問題をどうにかしようとしてた時、彼らは資金と商業面でかなりの支援をしてくれたの。でも自分で自分の首を絞めるようなことする？ありえない気がするけど。最後の一人はスピナディ・ロースラとフォンテーヌ警察隊の公的な連絡窓口を担当するティエリー様です。スピナディ・ロースラは大半の行動に制限はありません。しかし報告しなければ行えないものも少なからず存在します。彼なら報告の内容からスピナディ・ロースラの動向を知ることができるでしょう。つまり常に先回りできるのです。なるほど、いずれも普段から私と付き合いのある人たちってことね。信じらんない、長いこと追ってきた宿敵がこんなにも近くに潜んでたなんて。しかも一度たりとも疑ったことない人が。彼らを調べるときはくれぐれも悟られないようにご注意ください。過去の経験から見てその人物は非常に慎重ですから。わかった、こんなにたくさん情報を集めてくれてありがとう、マルシラック。とんでもございません、これこそ私の責務ですから。それとボスの汚名を返上するのなら、ジャックの死因も避けては通れません。彼の死後その家族の世話はスピナディ・ロースラがしてきました。今もポアソン町に住んでいます。必要であれば彼らのところまでご案内しましょう。ひひ、助かるぜ、お前って頼りになるな。また事件の調査ね、相棒。さあ真実を突き止めてやりましょう。私たちが協力すればこの全てに終止符が打てるはずよ。